から6時間目か、うん、ね、そう最後まで、最初から最後まで、そうです言いました。そうです、楽しかったです、ね、とってもあっという間だった。あっという間だった。初の90分制だったんですけれども、うん、なんとあっという間でした。初の90分制、1時間目だけ体感なんかあれまだいいのって感じだったけど、うん、もう2時間目から慣れた。しかもレイも隣だった。隣のレーンだったわ。隣のレーンだった、確かに。そう、隣のレーンだった。あとツーショットもありました。うん、真横でしたね。近かったね。うん、ありがとう。ツーショット会近かったよね。めっちゃ近かった。なんかね、ベンチ、え、そう、なんかさ、コカ・コーラとかのやつでありそうなベンチだった、うんうん、あのベンチはどっから来たんだろう。それよ、急に現れたベンチに座ってやりました。何の紹介もなかったよね。うん、何の紹介もなく、行ったらそれだった。そう、しかもさ、コロナ前とかも机あったじゃん、 AKB さんとか、うんうんうん、机なし。近い。思った、めっちゃ近かった。あのよくさ、先輩方がさ、うん、通称と会しとった時のさ、あのお話し会の感覚で、うん、こうテーブルがあってこっから撮ってもらうみたいな感じかなと思ったら、うん、ベンチだったから。ベンチだったの。え、これは聞いてないと思った。ね。そうそうそう。あと自分もあの元々握手会とった頃の、うん、あの記憶でもあのベンチはなかった。初見ベンチだった。SKE はテーブルがあった。なんだと？幕張りだった。え、でもね、うん、あれよ、ちゃんと座る場所さ、まるでさ、え、そう、そう、ちゃんと指定されてた。うん、ちゃんとあったよ。うん、そこに座ってね、があった。そう、丸があって、そこに座らんと、なんか、なんだろう、近づかないでください、って言われてた。あと、ハート作るときにハート隠れてる人。そう。あれむずい。そう、あのね、あの白いやつが完璧にさ、こうあったとしてこんぐらい話したかと、そう、ちょっと なんていうんだろうね、こうなる、ラップみたいだったよね。うん、ラップみたいだからめっちゃグイーってなるよ。そうなったらハートがじゃなくなった。参考にしてください。私のねところめっちゃ厳しかった。マジ？めっちゃ厳しい人だった。いえ、なんかお話し会もめっちゃ厳しい人だった。なんかみんな、うん、背中ごと連れて行かれる、うん、え、連行されてたの？連行されてた。え、連行されてた。みんななんか悪いことしたのか。すごかった。あれはなんか多分すごい力強いんだろうなと思って。粘ってた？いや、なんかあん、すごかった。連行され、連行だよあれ本当に。うん、いや、そう、腕の力すごかった。すごかったんだろうな。半端なかったよ。そうそうそう、連れてかれてた。そう、あの剥がしのプロ、その道のプロだった。その道のプロの、すごい。自分から剥がされます。いや、自分から剥がされてく人多かったな、ツーショットとか。まだ話せるのに、バイバーイって。え、私のとこも、なんか、次の方が待たれてますからって。そんな気持ち。なんかもう結構精神的に来る系の剥がし方。
あの次の方持たれてますみたいな。そんなえってお時間ですとかじゃないんだ。うん、そう、お時間です。次の方また次の方も入ってます。持たれてますか。ちょっとなんか心に残る言葉だった。チクチク言葉。チクチクまではない。チクチク言葉やだ。私結構チクチク言葉チクチク感じるから。チクチク言葉に敏感やから。チクチク感じるからチクチク。久々にヤンコと同部屋になった、ね、1年ぶりぐらいになった気がする。いつぶりだ3人部屋の時。うん、リンコと1年前じゃない。ツアーのさ、ツアーの初日とかじゃない。あの時は本当にリンコが何か悪いことを言い出さないか、うん、そうそう、3人のコラボ配信の時にそうネタバレせんか不安やって、うん、そうドキドキしながらショールームしてた。でもなんかしばらくしたらヤンが沖さんとかの同僚になってパセリンコになりました。そう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 、2人になった。そうよ、3人部屋じゃなくて2人部屋。え、なんか最初簡易ベッドみたいなのやったのに、3人部屋の時。あ、そうそう、ちっちゃいベッドやったのに。そうそうそう、懐かしい、懐かしい。 その頃以来1年ぶりか。うん、ヤンヤン、ももちゃんと。そうね、ももちゃんとひなさんとか多い。うん、みちゅさんとか。みちゅさんね、意外と一回もないかも。え、そうなん。うん、そうなん、一回もない。意外。なんか一緒の部屋だったらいいねっていつも言いながら離れる、うん、あれかな、スタッフさん的にはまだそんなに二人の、あ、ね、一緒いるの、うん、定着してないのか。そうだよね、そうだよ、私とみちゅさんってなるよりかはみちゅさんとおきさんとか。ああ、確かに、になるかもね。こんばんは。そうそう、うん、中断ね。でも中断ファンいらっしゃいますけどね。何中中やんって名前な、みちゅさんと。中やんらしい。中やん、みつき要素なくない？さやか要素もないし、みつき要素な。結構いらっしゃる。温かく見守ってくれる方が多い。うん。あ、タワー来てる。タワーのあれ、広島に帰ったらしても大丈夫ですか？スクショ撮っとく。ありがとう。スクショ。そうなの、コラボ服着とったんやけどさ。あ、そうじゃん、今日はダブルさやか。そうなんよ。え、夜寒い東京。え、夜寒い、雨降ってるかと思ったんです、うん、さっき超寒かった。そう、大変。雨の音かと思ったら風の音だった、うん、超寒い。全国なんかな、ビルが多いからなの、違うの、たまたまなの。めっちゃ雷鳴った。嘘、よかった、会場いて。雷やだ、いや、わからんかったから。広島も寒いって。そうなの。私明日ノースリーブで帰ろうと思ってノースリーブのワンピース持ってきたけど、もう積んでるやん。ノースリーブに上着にしようと思って。風邪ひいちゃう。え、やばいなこれは。でも昨日の夜ホテル暑かったんですよ。暑くてクーラーつけようとか言ったの。太陽がいる。移動中も寒そうだな。寝たら寒い。ね、新幹線寒そうや。寝たら
千葉は明日最高19度予報でした。ってやば、19度、はい、最高でもう冬ってこと。冷えるか。ひゃー今4度、やば。え、寒っ。ここ仙台どことか言ったらバレる。うん、ごめんね、ファンの方も個人情報いや、でも分からん、どこにおるか。個人情報分からない場所もあるということよ。うん、4度やばい。4度は寒いよ。え、もうセーター、ヒートテック、うわ、冬服をゲットしなきゃ。アウターのみや。アウター、うん、北海道とかも寒いんだ。北海道北海道行きたいな昼間はな、あったかいのね。そうなんだよね、難しいんだよね。難しい、ありがたいけどね、過ごしやすいから。凍えちゃうよ、席が。卒婚の日はみんな上着と、あーだね、軽めの長袖ぐらいがいいかだね。うん、北海道は雪やで。本当今雪な、初雪、そろそろ初雪、やば。時代の最先端行ってますね。今日は熟睡できそうだ。秋といえば、今秋といえば栗、芋、マスカット、うん、柿、うん、柿、あれれ、食べてないよまだ。でも今日ハロウィン仕様だったよね、差し入れが。そう、ドーナツだったよ。ドーナツ食べました。なんだっけ、クリスピークリームドーナツのハロウィンメニューみたいなやつ食べたよ。いつも私たちが楽しませてくれるよね楽しませてくれるよね、レポートさん。そうなの、センスが素晴らしいです。どこで見つけてくるんだろう、そういうの。すごい、すごい。差し入れさ、うん、ポンって置いてあるけどさ、うん、それが本当に並ばんと買えんやつとか、うん、だったりするよね。そう、これ有名なやつで。そう、東京で有名で並ばんと買えん。おしゃれドーナツとか、キングレコードさん。さらっと、さらっと走り入れて、もっとなんか言ったら自慢したいよね。これ、そうこれ買えないんだよとか、なんかすごいでしょみたいな言っていいレベルで、すごい。コスプレのメンバー少なかった、思った。アイコ、アイコ一人で魔女だったんだけど多分アイコはハロウィン、うん、そう、毎年ハロウィンの時期みんなコスプレすごいから、きっとそう思ったんだろうなと。一人マジで、うん、アイコ絶対そう思ったよね。まあ池田ちゃんはあれコスプレなんだか、あれは一人ね、
パリピがいました。意外と私服多かったね今日は。うん、あ、舞台のメイクね。あ、マイハさんもいた。そういえば確かに悪魔みたいなの着てた。あ、うん、でもそれ以外本当に普通に日常だった、うん、日常だった。やばい、今年コスプレせず終わるんじゃない。やばい、そうじゃん終わっちゃうよ。終わっちまうぜ。次はサンタだもん。そうだよ、早くない？もうサンタ。高崎綾子でハロウィンパーティーしようって。え、何する？高崎綾子でパーティーは一回ピザパーティーしたことある。昔、初期の初期にパンちゃんの家で。あー、あったね。でもあとはだいたい外食、しかもチェーン店ね。そう、チェーン店チェーン店大好き、ファミレス大好き。パンちゃんにチェーン店大好きって言ったら否定されるから。パンちゃんカフェとかはあんま行かないで、チェーン店行く。高崎彩子でも最近、高崎彩子がちょっと変わるやつ、あの、あ、そう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 、一人変わる、一人変わる、リコチが入ったりとかするタイプのやつで外食したりしてます。うん、そうなのね、外れないんですよ。お寿司とかね、居心地いいんですよ。何パーティーにする？隠れが全然まだ収録してない。忘れ去られてるから。高崎え、この前チェキ会の時に、うん、あの高崎綾子担当の、隠れが担当のマネージャーさんに、うん、いつですかって言ったら、忘れてたって言ってた。忘れないで。まあ忙しいんだよ今、卒婚のね、きっと、うん、今の時期はね、うん。すごくないですか？でもいつもなんか YouTube に昇格できそうだよみたいに匂わせてくるんですけど、もう1年ぐらい経つ。1年経つ。ずっと YouTube はね、さやごろあるんで、皆さん見てください。あら、ありがとう。あと田んぼも、田んぼね、植えただけ収穫なかったです。見てください。それか、うん、あのこの前私たちゲームして、うん、ご褒美、ご褒美を獲得したから。そうですよ、ちゃんと高崎彩子のグループラインで私が送ってアナウンスしてるから。それを迷っとるのかもしれんよ。確かに、いや違う、次収録したらご褒美あげんといけんから、うちらが忘れるまでちょっと放流みたいなのしとる。ご褒美ありえない関係。どんなのが見たいですか？ぜひたくさん意見をください。闇鍋パーティーだって。闇鍋、うん、何入れてるか分かんない鍋を食べる。それさ、怖っ。ちょっと今やめとこうか、この卒婚を控えてるから。お腹壊したら大変だ。何を入れるつもりで、終わったら終わったら何でもありよ。そういう問題じゃないけど。何入れるの闇鍋。おすすめ具材は？美味しいやつがいいな。そうやな、普通に寿司をいっぱい頼んでただただ食べる回とか。あ、いいね。虫？パセリアイス入れないでねって言われて。溶けるやん。コクが出ちゃうね。
謎の味になりそうだね。甘くなりそうよ。今日たまたま三つ編みコンビだった。思ったね。いやー気が合うぜ。ほんまよ。ほんまよ。昨日寝る前ちょっと語ったよね。え、それね。え、なんかさ久々に、うん、なんかね、うん、レッスンとか卒コンのレッスンあったりはするけど、喋るけど、そんな、なんか語り合うことはないから、久々に語り合う、ね、頑張ろう。いや、ちゃんとなんかさ、意見が合う人がいるっていうのは大事です。そうだ、ね、考え方が合う、大事。内容、内容は秘密です。結構語ったよね。うん、まだ結構頻繁に喋るか、そういう帰り道とか。ね、同部屋ならではです。マイキューさんも千穂さんと3時まで語り合ったって。うちら3時までは語ってない。うん、もうすぐ寝た。ごめん、私が先に寝たかもしれん。いや、絶対同時お互いえ、でもさ、しばらくさ無言タイムだって、うん、いや、あ、寝てるかなと思ったら、あのさみたいな、なんか話しかけてきて、あ、起きてるやん起きてるやん。さっきの話の続きだけどさ、なんか10分ぐらい無言タイム続いたと思ったら、さっきの続きだけどさみたいな、また始まったから、あ、起きてた。楽しかった。え、でも無言でも苦じゃないってさ、結構大事大事ですよ。そう、なんか、うん、そうなんや、なんか眠ろうと思いよるけど、いろいろ考えてきて、本当に、うん、無意識な無言ね、現実と夢の狭間で、うん、気まずい無言じゃなくて、そう、うん、リラックスしてる証拠、うん、でも全部聞いてくれた、うん、いっぱい話した。私が、あのさ、絶対絶対、うん、しかも全部共感するから、うん、分かる、それな。でもこれやんね、それだみたいな、お互い共感して、だんだんその無言の感覚が広くなっていって、うん、寝た、うん、そう寝た気づいたら朝だった、うん、気づいたら朝。でもね、うん、アラームすぐ消すよね。うん、一緒ピッて消した。そう、なんか一瞬ね、アラーム鳴ったんよ、うん、でも一瞬で消えた。そうね、そう、やばい、ヤンが起きたと思って消したけどいや待って、ね、まだ眠いわと思って、またしばらくゴロゴロして。え、結構さギリギリまで寝たよね、メイクするギリギリまで。めちゃくちゃうまくいったメイク、うん、いい感じでした。音ね、いろんな音があった。ちゃんとアラーム、嘘、怖っ。でも私と一緒のやつもあったんよ。トゥルルン、タントゥ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 ン、タルルン、タントゥンじゃないの。忘れないけど、なんかあった。私、あとはトゥン、トゥン、トゥン、あ、トゥン、トゥン、トゥン。え、今日さ、楽屋で3期生の誰かの携帯のアラームが一緒鳴ってて、楽屋にいないのに鳴ってて、マネージャーさんがめっちゃ頑張って止めてた、定期的に。誰、どこ探し出して止めてた。あっちだみたいなサンキちゃん、何だったんだろう俺、ね、何の、え、しかもね、うん、その昼とか朝とかじゃないんですよ、時間が、うん、14時とか、なんか16時、うん、10
構いいです。なんか夕方になってて、謎だった何のアラームか全然分かんなかった。しかもその後も何だったんだろう。うん、何だったんだ。寝ぼけて設定したのかな。あうん、今日はありがとう、こちらこそ。ほんとじゃん、10月21日だ。ハロウィンだね、季節。ね、やば、やば、10日後にはハロウィン。え、もう卒込んじゃん。そうだよ、やばくない？早っ、間に合う。2公演ありますよ、皆さん。あっという間。なんか今回レッスン早く始まったなとか思ったけど、全然全然もうすぐじゃん、やば。すぐだった、すぐだった。この前までツアーしてたよ、夏のツアーって言って。本当暑かったよ。MV 公開するね。30日、早く見たい。見たい。今日帰りの時にさ、見れるってなったけどさ、見れなかったね。早く見たい。一瞬また一人だけ、そう、先に見えるかなと思ったら普通にみんなと一緒だった。みんなと一緒だね。そうなんや、プレミア系みんなと一緒じゃなかった。そう、前回、前日だった気がする。前からん、どうやったか忘れた。楽しみ。今回はね、どんな感じになってるかメンバーも分かんないのでね。オリオン座流星群、今日？今日ですか？寒いよ。大きな葉っぱ、枯葉が飛んでた。飛んでいてた。なんかモミジより10回りぐらいでかい葉っぱが飛んでた。風に吹かれて。寒すぎて暖房だもん。暖房なんだ。そう、だから半袖です。流星群、東京ってビルが多いからさ。あー、ビル風、星とか見えないかもしれない。あー、確かに。明け方、あれね、スカイツリーとかさ、そういうのが綺麗よね、東京って。広島もなんか作ろう。プラタナス、時々時々もっと暗いとこ行ったら見えるか。うん、こんばんは。あったかくして寝てね。あったかくします。多分ね、いっぱい寝る。この布団の方があったかい。ああ、そう、昨日布団かぶったら暑かったね、でも脱いだら寒かったもんね、難しかった。難しい。ここはちょっと枕固めだった。うん、うん、ちょい硬。ミニストップ、なんか最近メンバーからミニストップ聞かなくなった気がする。あれ、もうみんな行き過ぎたか。
明日の朝もっと寒くなるらしいから腹巻きして寝るんだぞ、ない腹巻き朝、朝だって朝、うん、寒いって腹巻き買わなきゃ。電気毛布出しました。え、そんなそのレベル、もう電気毛布とかのレベルなんですか今って。嘘じゃん、昨日クーラーつけてたけど、ここホテル電気毛布の季節。え、マジ腹巻きグッズ、腹巻きグッズ出したらメンバーの顔伸びませんか。大丈夫です。いやー、腹巻きめっちゃ細く、うん、腹巻き、何腹巻き、じゃあ買いますね。扇風機。パちゃんちはさ、ストーブあるの？ない。こたつ？ない。やばない？どうやって過ごしたの？え、どうやって過ごしてたんだろう。え、暖房もつけよね。うん、極力。お布団、お布団。え、電気毛布ある？ない。怖くない？怖くない？怖い怖い怖い。あれだってさ、生きてたっけ、去年。え、よくさ、まあ、去年あんまりさ、ピアノ舞台で家いなかったくない？あ、まあ、そうね、そうね、まあ、でもいたよね、いたよね。あれあれもうどうしてたっけ、体が丈夫なんかな、その慣れとんかな、アイスで寒さに。え、でもこたつ欲しいよね。こたついいよ。どうですか、でもさ、お風呂入るときにきつくない？きつい、ね、けどすぐ帰って、こたつで寝ちゃいそうじゃん。意外と眠らん、ほんと意外と寝ない。電気代は安いよ、めっちゃ安い。なんかつけとかつけてないかわからんぐらい。買おうかな。くまちゃんありがとう。 A ちゃん、くまやんのありがとう。くまー感謝してる。ありがとう。ありがとう。でもそうだよ、ね、熱出すよりこたつ代の方が安い。確かに、うん、じゃあこたつゲットしなきゃ。あと電気毛布いいよ。電気毛布寝るときが一番大事。 あったかい、ね、え、でもあれ買ったんやけどね、ヒートテック毛布。あ、体温で温まる。でも体温で温まるまでが冷たいか、ちょっと寒い。え、でもそっちの方がいいらしい、やっぱ体温で。うん、あ、自分の熱で、うん、お母さんが言ってる。電気毛布やめなさいって。えー、体が弱くなるからって。湯たんぽ代わりに猫がいます、だって、うん、え、いいね、最高じゃん。散歩。お母やん。お母やん。やだ。お母やん。湯たんぽ代わりにサーヤンじゃダメですか。ちょっと私たまに。冷たいよ、めっちゃ。あ、冷たい。え、どういう冷たい？冷たい、冷たい。あ、体が？うん、あ、言動がとかじゃなくて。超冷たい。トゲトゲ言葉、チクチク言葉の、そういうことじゃなくて、言葉はあったかいけど、うん、あの真っ赤な衣装だから。あ、一緒、うん、あ、そうか、うん、残念だ。え、夏いいかも、夏いい。言葉あったかいけど。え、そうよ、言葉あったかいよ、全肯定だもん。そうだよ、私全肯定だから。
くりこちゃんに言われる。ちゃんと。え、お姉ちゃんしてるよね。うん、そう。え、私たちお姉ちゃんだよね。うん、そう、お姉ちゃん。なんかりこちゃんとご飯ね、行ったりするときも、うちら全部さ、そう、アイコもいるんですけど、そう、お寿司仲間なんだけど、4人。いつもりこちゃん一人妹で、みんなお姉ちゃんして、お皿の準備したりとか、醤油かけたりとか、なんかそういうお世話してて。お世話してる。そう。かわいいです。姉対してはみんなある。うん。本当にお姉ちゃんだもんね、多分。ね。お姉ちゃんされたい。いやでーす。ダメでーす。ファンの方はダメです。みんな頼りたいな。うん頼りたい。頼ります。すみません。そう、頼りたい、頼りたい、守られたい派。うん、いや妹、私妹でもあるからな。そうじゃん。妹になっちゃうな。みんなの妹、ヤンヤンです。え、なんかさ、この前、うん、X のおすすめでさ流れてきた、うん、ヤンのファンの方の投稿が、うん、オーディション時のニックネーム決めみたいな、うんうんうん、流れてきたんよ、うんうん、他のニックネームやったらさどんなキャッチフレーズやったんやろうと思って考えたけど思いつかんかった。投票で決まったの？うん、私的に一押しは、うん、さやぴ。さやぴ、かわいい。さや、さやぴ。タピオカが好きだ。あ、そうじゃん、そう。なんかオーディション動画さ、自分の紹介じゃなくてタピオカの紹介してたもん。そう、タピオカの良さをね、そう、うん、広めたかったわね。でも今になってきたらね、トッピーが多すぎて。確かに。最近良かったよ、さやぴ。アンピー、サラピーとか。ノアピ。確かに本当じゃん。危なかった、危なかった。でもいそう、さやぴね。でもそしたら押すしかない案がなかったってこと。そうなんや、ほんとすごいよね、運命というもの。ピッピッ。ヤンって使い勝手いいねって言われるけど、実際私が使ったらそんなに、あの、そんな、なんかいい雰囲気にはならん。どういうこと？なんかどういうこと？悪い空気になる。あ、はい、みたいな雰囲気になる。例えば？なんだろう、なんだろうな。いい雰囲気にはならん。あ、反応に困る、うん、お、うまいとかならん、別に。そのいいね、みたいにならん。あ、はい。難しいな。そう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 、そう、人から言ってもらえるのはすごいいいけどね、うん、自分で言っちゃったらしらけちゃうの。うん、ファンの方は違うかもしれんけど、普通にプライベートで、プライベートでプライベートで使うんだ。ちょっと今度意識して聞いとこう。やだ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 、あんま聞いたことない気がする。そう、
やん。プライベートでなんかネタとして言ったら、うん、なんかあっって違うねみたいな。違うね。ちょっとそれは今違うねみたいな雰囲気。厳しい。うん、からもう普通に使うのが怖くなった。二人で日々新しい名前で呼び合う遊び。え？難しくない？でも結構日替わりだよね呼び方。パちゃん、パーコ。え、パって呼んでるし。うん。ヤンゴロとかヤンヤンとか。うん。何でも呼んでる。サヤンとか。パ。パ。パ。この前チェキカの時もパ。なんでスタッフさんがさ、え、あの某スタッフさんがパって呼ばれてんのみたいな聞いてきて、これ誰の、うん、あ、そうね、パですみたいな。これパの、パでもパでもう分かる。うん、え、今日のさ、うん、やんやの投稿 X の、うん、リンさんとなんかしましたって書いてあったのに、下にユミリンさんって書いてたけどえ、どっちもリンさんやん。サーカリンのことリンさんやけど、え、ほんとだ、全然気にしなかった。リンさん全然気にしてない。でもみのりさん、あかりんさんのことリンちゃんみたいなの読んでない？そうなんや。うん、私びっくりした今。リンちゃん多すぎて。え、でも最近よね。うん、びっくりした。この前そう読んでた。ピンも多いけど、リンも多いかもしれない。うん、そうだね。だけん、みなみさんが、うん、リンちゃんって呼んで、うん、サカリンがビクってなって私じゃなかったんで。みんなリンちゃんになっちゃう。リンちゃん。でも、サカリンはもうリンなんだよな、私の中で。まあ、名前が同じだしね。そう。ピン。ヒンさん。いや、ヒンさんは絶対さ通じないじゃん、 STU ファンじゃない人に。ミーヒン。ヒンさん。キャッチフレーズ聞いて、あーってなる。確かに聞かんとどこのヒンってなるか。リン、ヒン、パ、ヌ、ポ、ヤン、ピ。すごいね、それだけで分かるようになるの。うん、だけペットボトルに名前書くときとか楽よ。え、そう、でもパとポはちょっと紛らわしいよ。パとポね、線がそう1個あるかどうかってこと。しかもその前ほのたんさんもさ、ほって書いてる時期があってさ、マイカーの時ほとぽとぱがおったからめっちゃ紛らわしい。なるほどね。確かにちょっと紛らわしい。結局私もさ、高尾の高って書いたのが一番わかりやすい。ああ、高はおらんけん、いつも字だけでなったらタカタカか。タカ。パちゃんとパンちゃん、そうなんだよね。犯人はこの人です、皆さん。パちゃんとパンちゃんの名付け親は高尾さやかさんでございます、皆さん。そうだね。え、でもさ、どっちもさ。うん。うん、慣れたよね。うん、浸透してるよ。浸透してますよ。すごいよね。そう。浸透率高い。ヤンがパンちゃんって呼び始めて、私もパンちゃんって言って、みんなもパンちゃんってなったし、ヤンがパちゃんって言ったらみんなパちゃん。すごくない？みんなもつけてもらいな。全然すごくないけど、でもそうなんや。相性、愛のある。うん。なんか嫌なニックネームじゃない。そうね。
新作欲しいって。新作？うん、どうしよう。いや、目があった。あ、パちゃんの新作ってこと？え、わかんない。なんか求められてる。すいません、金銭が発生するのですいません。降りてくるんよ、ね、そうだよね。そう、降りてくるから。え、23時46分だって今。早い。いや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 、早いよ。今日すごく足が痛い。なんで？立っとったけんかな、ずっと。ああ、そうよ。意外と今来てる。歩くより立ちっぱの方がきつそうや、うん、意外と痛い。あれ買えばよかったね、なんかシートみたいな。あ、足の。そうだね、コンビニ行かなかったもんね。でもファンのみんなもさ、相当歩いてるじゃん、ループとかしてる人、うん、無事ですか？あ、そう、リネなんか転んだらしい。え、この前転んだんよね。え、なんか厚底で転んだって多分、見てパセリーって言ってなんか血だらけの膝見せてきた。痛そうすぎる。もう厚底履くのやめなさい。痛いよ。膝は痛いよね。結構膝作り多いし。え、そう。ツアーの後とか膝があざだらけ。めっちゃまったりした時間ね。まったり、まったり、まったり。生誕ティー、よろしくお願いします。ハットちゃん、そうよ。あ、今日パちゃんがアイコの生誕ティー褒めてて、うん、あれ、私のは待って、それさ、聞き上がる。パちゃん昔私のことおしめんって言ってたのにパンちゃんだった。私はって前にもやったことある。よく覚えてるね。かわいい、かわいい。でもヤンの生誕ティーは完成する前にいっぱいデザイン見せてくれて、誰がいいと思うって確かに言ってたから見たことがあったんですよ。だから、あ、これになったんだなと思って。そう、
そう、いっぱいね、うん、案があったんよね。そうね。タンポンは今年も可愛いって言ってたけど、うん、私の願いはどう思う？やばい、やばいよ、みんな。当たり前に可愛いに決まってるよな、みんな。え、誰だっけ、あの時一緒に行ったの。誰かがさ、ハートちゃんになんかめっちゃ、誰か 2.5 期か誰かがその時いた気がする。ノアピか誰か、可愛いですねみたいな言ってた気がする。あずみ、嘘や嘘や、生誕ティーをゲットしてみんなで生誕祭へ行くんだ。え、去年の生誕さ、うん、パセがお手紙だったじゃん。え、早っ、1年経つの、早っ。あの時はありがとうね。いや、こちらこそ。今年はヤンゴロいないから、パセの生誕祭、マイカーでございます。何も言われてないもん。お手紙書いてください。出てくれる出てくれる、覚えて。シェシェシェカシェカシェ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 カシェカ。え、でもマイク出てみた。やばいよ。でもチャートリもめっちゃ踊る。え、そうね。うん。チャートリ踊るよね。びっくりしたもん。なんかさ、イメージ的にスタジオとかのさ、うん、チャートリは踊るんだろうなと思うけど、チャートリめっちゃ踊る。ね、なのにみんなずっとなんか、アイドルの顔してさ、うん、爽やかな顔で踊ってるのすごいよ。前髪崩れない子多いかも。ああ、前髪命。でもダンスの先生がよくヤンヤンのこと褒めてます。本当？うん、いないとこでは、ね、タコ、ダンスの先生結構あれ、タコ良いって私にはあんま言わない。え、言ってるよ。音を強く取ろうとしていてみたいなのを言ったか、結構聞く。そうなの？うん、全然届いてない積んでるだ。ちょっとおり、あ、びっくりした。お化けかと。53分なり。読もうかな。何？順位どんぐらいまで読むの？パセ13位。あ、そうなんだ。ヤンは？34位。あ、出た。オーディション番号の人や。2期生とかね。あるある。オーディション番号を呼ぶ。そうそうそう、あれあれ嫌んでよ。34番はあなただけの番号です。わらわらって感じ。わらわら、うん、あれある、あれある。パちゃんからどうぞ。はい、ではパちゃんから参ります。13位、スプマンテさん。12位、陣内さん。11位、コウジさん。10位、クワドリさん。9位、ゼイちゃん。8位、ブンさん。7位、イッちゃん。6位、フクちゃん。5位、ホタテサマー。4位、ヨシヒロさん。3位、ユウタくん。2位、ヤスベイさん。1位、カズノシンさん。なんかもう、ヤンちゃんとしとるからって、いつも壇上におらん人が頑張っとる。あー。こういうことするよね。そうなんだよな。別いいし、嫉妬とかしないし。
どうぞ。私あの長いので、うん、気にしないで、うん、気にせずにね、あの気にせずに聞いとくね。長いです、はい。1から A ちゃん、立花隼人さん、こうやんさん、フジポンさん、おおさめさん、せいやんさん、伊達様、たけしさん、たんたんさん、高蔵さん、みつるんさん、こっぺさん、かずきさん、バリーさん、きちねさん、あおいとりさん、きょぴさん、りゅうさん、いぬちゃん、台湾のこうさん、ときさん、神戸のマーチさん、ひろとさん、さとけんさん、まいせんさん、りんりんさん、ミッドナイトシュガーさん、みかんやさん、ふみふみさん、ぜいちゃん、エアリンゴさん、ロックヨンさん、ハムちゃん、こぶやきさん、ありがとうございます。かわいい、癒しの時間でした。まさかよかった、言えた言えた。みんなも頑張って過ごそうね。日曜日だからサザエさんでも見ようね。そっか、明日日曜日か、ね、ありがとう。ありがとう。みんなも早寝するんだよ。早寝しよう。もう爆睡しよう。あ、今日エナジー飲んでない。あ、達成したじゃん。達成した。昨日のその夜の語り合いの時間に、なんか、ばちゃん、エナジー我慢するみたいな、やめ、ちょっと今日やめとくみたいな言って、でも無理かもって言ってきたから、一本ならいいんじゃないって言ったのに、あと2分で達成や。えらいさ。飲んでないよ、珍しい、うん、珍しい、珍しいぞ。明日も達成できるかな。明日、うん、多分ライブの時は達成できんかもしれんけど、うん、ライブじゃないからね。そう、ライブこそね、達成っていうのね。そう、今日はさ、うん、ファンの方からさ、うん、エナジーも入る。うわ、アイドルやアイドルだもらったからね。やばい、アイドルと一緒に泊まってるわ。緊張してきた。嘘。アイドルがいる。スペイベア。勉強になるね、だって。だからパセリが急にそんな言い出したらみんな怖いやろ。いや、日頃から言っておるよ、きっと。自然と。あ、自然とね、うんうん、もうあと何秒かかな、うん、ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。はい。